合を始めてほしいというような素振りを見せます。ジャパントロフィー今試合開始です。左にエンドを取ります。黒と白のユニフォーム、セオのトリプルクラブ、ヤッドレオ引きますが、さあシュートレッテゴールです。前半5分チェコの大砲パベル・ネドヴェン、これは見事な先制ゴール。きっちりとゴールに叩き込みました。前半7分キックオフです。ロペスバトラフ割って入ります。ネドヴェンからピドロ狙ってきた、ダイレクトのシュート、キーパーしっかりとキャッチ、キーパーボールを出します。奪われナビス出したシュート、コーナーキックです。ビアンコネロ、さあチャンスです。マルケジャーニ、キーパーボールを出します。ボールを出した、アトラフランナーバー、ジダン今日も華麗なアシストを見せてくれるのか。おっとアパン周りを見てから奪われます。タッチを割ります。ポグバボールを投げ入れる、このボールをジダン狙ってきた、ボールはキーパーで取った、キーパーからボールが出ます。取り戻すダービス、パスを出した、ボールを奪います。これは呼ばれていました、アレックス、ここで打ってきた、ボールはキーパーボール、キーパーボールを出します。ここで審判の笛が鳴りました。1対0前半45分が終了です。さあ後半戦が始まりました。パスを出しました、上がっていく、圧倒的な攻撃力をまざまざと見せつけました。